どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。今回は、声優さんとですね、コラボレート企画、第2弾、熟成うまリッチポークのうまみ増し増し肉巻き。ということですね、こちらのレシピを作っていきたいと思います。まあ、アボカドの肉巻きになりますね。かなりね、シンプルな料理なので、どなたでも作っていただけるかなと思うので、こちらですね、ちょっと今から、パパッと作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、材料説明の方いきます。まず熟成うまリッチポークアメリカ産、豚肉ロース生姜焼き用が 200g ですね、あとアボカドが半分、あと調味料がですね、塩コショウが少々、オリーブオイルが大さじ半分、塩少々、レモン1カットです。めちゃめちゃ少ないですねはい、それではですね、材料の方をまず切っていきたいと思います。まずですね、レモンですね。レモンは、八つ切りにしておきますね。だいたい2つぐらいあれば結構です。で、ちょっと見栄えがあれなんで、ここもね、ちょっと切っておきますね。はい、こんな感じでレモン切ってください。レモンが、生レモンがちょっとハードル高いなって方はレモン汁でもいいです。はい、それではですね、その後にアボカドを切っていきます。今回ね、半分使いますね。アボカドは、包丁入れていただいて、こんな感じですね、ぐるりと回転させながら全体に切れ込みを入れてですね、ここでこうくるっと、はい、あ、綺麗なアボカドですね。これ声優さんで買ってきました。でですね、これを4等分にしていきます。まずこう切り込み入れます。でですね、ここから柔らかいアボカドだとですね、こういう風にね、バナナみたいに皮が剥けるんですよ。なので、こんな感じで剥いてあげてください。でですね、この状態からまた半分にしていきますね。よいしょ。そうしたらですね、こちらのうまリッチポーク1枚ずつ巻いていきます。結構ね、お肉が主役の肉巻きになりますので、こんな感じですね、こんな感じで巻いていきます。で、まあ、アボカドはね、この串切りに4等分に切ってあげた方がこの肉巻きがしやすいので、串切りにしていただくのがおすすめです。はい、こんな感じですね。結構ね、肉の量が多いんですよ。なのでアボカドは、ちょっとこう豚ロース肉にコクと旨味を与えてくれるっていうですね、役割があります。こんな感じですね、こんな感じで巻いてあげてください。結構ね、これ生姜焼き用のお肉なんですけど、すごい厚みがあるんです。これめちゃめちゃ厚くないですか。これはね、ものすごい食べ応えがあるんですね。なのでアボカド半分分でもお肉がね、結構量があるので、かなりね、これだけでもお腹いっぱいになっちゃう。ここからですね、塩コショウですね。結構強めに振っちゃって大丈夫です。本当にお塩だけで食べるレシピなので、僕にしては、すごく珍しいレシピになります。で、裏面もですね、まんべんなく塩を振ってあげてください。その後は胡椒ですね、胡椒も。下ごしらえはこんな感じです。はい、それでは早速ね、焼いていきたいと思います。まずですね、フライパン を熱してください。そこにオリーブオイルですね。はい、こちらを大さじ半分ぐらい。で、最初ね、十分に熱してくださいね。で、一応ですね、焼く時のポイントなんですけれども、お肉を巻いた時のですね、巻き終わり、この部分ですね。この部分を下にして最初に焼いてあげると、剥がれにくくなりますんで、そのように焼いていってください。いただきます。で、巻き終わり部分がですね、十分に熱されましたら、あとはね、転がしながら焼いていきますね。まず裏面ですね。で、火加減は僕は強火でやってしまうんですけども、焦げるのが心配だなって方は中火ぐらいでも大丈夫です。その感じですね、もう少しよく焼いて、あげてくださいね。じっくりと焼いてください。ただですね、こちらは肉巻きということもありまして、火はね、結構通りやすいんですね。お肉に、全体に焼き目が十分についたら、
肉は焼けてると思いますので、はい、でですね、これぐらい、全体がいい色に焼けました。これでお皿に持っていきます。はい、ですね、香りがすごいこの香り、もう豚肉のいい香りがね、焼けた豚肉のいい香りがしますよ。これは先ほどのレモンを添えます。あと、こちらですね、お好みによって塩、塩とレモンで食べたいので、塩をですね添えて、あげてくださいね、はい。熟成うまリッチポークのうまみ増し増し肉巻きの完成です。はい、それではですね、完成しましたので食べていきたいと思います。でですね、まあこれもう完全にお酒飲んでほしいっていう感じがするのでですね今日は、声優さんのですね、皆様のお墨付き三年貯蔵スコッチ仕様ハイボールね、これアルコール度数 9% なんですよね相当こうガツンとくるハイボール、なってると思うんでね、これをちょっと合わせて、あ、レモンは絞りましょう。レモンはね、あの皮を下に向けると、あのこのレモンのね、皮のところに香りがついてるので、これが下を向けるとこのレモンの皮のこう香りがね、この肉に移るんですよ。でですね、僕はまあちょっと酒飲みなので、少し、塩を持ってですね、いただきます。うまっ。まあこれ、まあ、正直あの味的にはですね、かなりシンプルなんですよ。塩コショウ と豚肉に味付けてですね、アボカド巻いただけなんですけども、とってもですね、うまみが強いですね。塩コショウだけで焼いて肉ってこんなにうまいんだっていう感じがします。であとですね、まあ、ロースということで、まあ、バラよりは脂肪分がないんですけども、アボカドがですね、かなり脂肪分含んでいるので、すごくですね、まあ、こってり感もありながらですね、レモンでさっぱりさせて食べられるというですね、多分これあのパクッといっちゃうかなっていう感じですね。結構ねグラム数はあるんですけども、一人でも全然食べられちゃうかなっていう感じ。で中のあのアボカドがですね、ホクホクでめっちゃうまいですもんね。僕値段見たんですけど、 100g あたりですね、97円なんですよね。これ相当安いと思うんですよ。なのでですね、とってもお買い得なお肉がですね、焼くだけでこれだけうまいっていうのはかなり発見なんじゃないのかなと、はい。まあ、一応僕ね、あの料理研究家やってるんですけどね、このお肉ちょっと料理研究家からしてもかなりおすすめ。アボカド巻くのもうまいけど、多分塩焼きでもうまいっていう感じなんでね、ぜひ皆さん